今回はタケノコの唐揚げ油淋鶏風の作り方を紹介します。表面はカリカリで中はサクサクのタケノコに油淋鶏ソースをかけた一品です。香ばしく揚げられたタケノコと油淋鶏ソースの相性が抜群で癖になる味わいです。それでは作っていきましょう。まずはタケノコの水煮を食べやすい大きさにカットしていきます。縦に半分にカットして、刃先はそのまま縦にくし切りにします。食べ応えを出すために少し大きめにカットするといいです。このくらいの厚さがちょうどいいと思います。根元は食感と食べ応えを出すために大きめの乱切りにカットしていきます。厚みや大きさはお米のサイズにしても問題ないです。タケノコの分量は水煮2個分だいたい 400g くらいです。タケノコに下味を入れます。砂糖小さじ1を入れます。醤油を大さじ2入れます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。しっかりと混ぜ合わせておきます。ラップをしてレンジで2分温め味を染み込ませます。油淋鶏ソースを作ります。分量は砂糖 25g、 醤油 30g、 酢 23g、 お好みで味の素少量、ごま油 8g です。よく混ぜたら生姜、ニンニク、ネギのみじん切りを大さじ1ずつ入れ合わせます。レンジで下味をつけたタケノコはしっかりと冷ましてから余分な汁を切り大きめのボウルに移します。冷めていくと同時に味が染みていくので、ここは美味しく作るポイントです。余った汁は使いません。水溶き片栗粉を大さじ3入れ軽く炒めます。ただ粉を入れるのではなく、間に水溶き片栗粉を入れることでサクサク感をアップします。そうしたらその上に片栗粉をまぶしていきます。片栗粉の量は大さじ 4、5 杯くらいを使いましたが、全体に粉が回り水っぽさがなくなる感じになれば OK です。粉は少ないとカラッと仕上がらないし、多いとボテッとなるので、このくらいの見た目になるといいです。油を180度の高温に温め、タケノコを揚げていきます。タケノコは水煮で水分も多く火も通っているので、高温の油で短時間に仕上げるのが大切です。タケノコ同士がつかないように一つずつ入れていくのがいいです。タケノコを入れていくと油の温度が下がっていくので、火力は抑えずにそのまま強火で揚げていきます。
全部入れたら表面が固まるまで触らないようにします。だいたい表面が固まってきたと感じたら、お玉などを使って固まらないようにほぐしていきます。揚げ色がついてきたら一度軽く引き上げて表面を空気に触れさせます。こうすることでサクサクになりやすくなります。また油に戻し、もう少し揚げていきます。タケノコ全体が軽く浮き上がってきたら引き上げていきます。これでタケノコが揚がりました。油淋鶏ソースを温めていきます。加熱して温めることでまろやかな甘みと酸味になり、薬味の香りと旨味が合わさり美味しくなります。鍋で温めるのは面倒ならレンジで温めても OK です。沸騰したら油淋鶏ソースの完成です。タケノコの唐揚げを皿に盛り付け、上からタレをかけていきます。このタレは鶏の唐揚げはもちろん他の揚げ物にかけても美味しいので覚えておくといいですよ。全体に行き渡るようにタレをかけたら、彩りに青ネギを散らせます。これでタケノコの唐揚げ油淋鶏風の完成です。タケノコだけでもしっかりとした食べ応えがあるので満足できる一品になりますので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。